どうもとんかつです。今回はブラウンダスト2やっていきます。本日は、ガチャですね。ガチャ引いていきたいと思います。先日ですねリセマラ配信をやってまして、配信中にリリース直後強いとされていたセリアとセリアの専用武器のセットを10連引き直しガチャで引いた後に、こちらの学園ガチャっぽいもので島パン娘と UR の専用武器を引き、リセマラを終了してそこそこ進めていたんですが、情報が更新されていったことと少し気づいたことがありまして、リセマラをやり直しました。ここは人によって意見の分かれるところだと思いますが、このゲーム煙突の恩恵が非常に大きいことと、武器ガチャで引く専用武器のオプション厳選が完全に廃課金向けっぽいこと、そしてこいつが海外のティア表で上位にいることから、10連引き直しは白い死神とロイヤルダイトのオプションが攻撃力のものが出るまでやりました。そしてここからが本題なんですが、少々気づいたことがありまして、こちらですねイベントミッション、こちらのミッションがざっくり言うと、島パン娘を引いて限界突破するごとにガチャチケが10枚手に入るといったものになってまして、つまり何が言いたいかっていうと、引き直し10連が終わった後のガチャで島パン娘を引き当て、こちらのミッションからガチャチケを受け取り、10連ガチャを引き、島パン娘を引き当て、またこちらからガチャチケを受け取り、さらに10連ガチャという無限ループで貫突ができるんじゃないかという裏技ですね。これを発見してしまいまして、リセマラ大得意な俺ならいけるんじゃないかということで思いっきりリセマラしてきました。結論から言うと最大3突まで行くことができたんですが、そこで諦めずにやり直しまくっていたところ、途中で島パン娘に対コードネーム S シルビアコードネーム A が出るというなかなかの引きができたことと、これはおそらくですが確かサービス開始記念か何かの配布のガチャチケット10枚が日曜日までということで、泣く泣く終了いたしました。ただまだ諦めたわけではございません。定額パッケージを購入してきまして、こちらにダイヤが5000個ほどあります。このダイヤ5000個で島パン娘を1体以上引き当ててガチャチケを受け取り、貫突を目指したいと思います。まああと4体引けばいいだけなんでね、簡単でしょう。さあ前置きが長くなりましたが引いていきたいと思います。まずは有料ガチャ行くか。これ90個で引けるんでこっちから行きますね。まあ出るでしょう。そうパーフェクト、はっていすっだよな、だよな、うん、まあまあまだこれからなんでね。よし行くか。すっそうパーフェクト、すっすっあっはいはい、すっ、いや渋いな。あれ何これ、あーこれか、なるほどね、ありがとう、わかった。ちょっと待って、ちょすぐ終わりすぎやねんけど。あちょっと待って、こっち引いて一旦なくなる前になんか出えへん。あーはいはい、お疲れ。じゃいけるって、引けるって、いけるいけるいける、いけるやろ。あこれ引いた方がいい、もったいないかな。あちなみにこれ多分これ武器ガチャはよっぽど廃課金向けやと思いますよ。いや頼む、いけるいけるいける、すっそうパーフェクト、はーって、うん、来た言葉は不要のマスターピースですわ。来たんじゃないこれ。あちなみにこれ小娘が次に出てきたら多分2枚抜きなんですよ。僕引いたんすよそれ。すっ頼む頼む、島パン島パン来い、頼むわ、いけるいける。あちなみにあの風邪ひいてるユースティアでもいいで、はあ。お昼のチャイムが鳴る前に終わらせましょう。来た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 、これいけんじゃない、マジいけんじゃないこれ、もらったんじゃないか。あいいぞいいぞ、よし悪くない悪くない、オッケー。でこれで今引けたじゃんすか。一回戻ってイベント、あちょっと待って、まず限界突破する必要があるのか。いいぞいいぞ、いけるいけるいける、やれるやれる、残念ですね、俺ならやれる。で今日か、何かかんねんこれ2になったら。あ
ダメージがアップするっすね。 20% 分上がるのか。よしよし、いいぞいいぞ。オッケーオッケー、きた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 。これでイベントミッションがクリアされて、ちょ待てよ、ちょ落ち着けって。こっからか。オッケー、これで受け取れる受け取っていく。オッケーいいぞ。で次に、もう一回島パン引いて強化したらこれがもらえるんすよ。で次はこれがもらえるんすよ。で最後これがもらえるんすけど、まあこれはよしよし、よかろうよかろう、よしじゃあ行くぞ。オッケー、頼むいける。 1.5% やろ。 1.5% とか楽勝なんでね、もうあんまり引っ張らんといきますね。スッ、そうパーフェクト。はあ、ディッ、スッ、あーあーあ、これ復活するわ。復活っていうか昇格演出あるんや、初めて知った。え、いや、いけるって、いけるって。じゃワンチャンあるからな、まだ。ごめんやけど、いける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 。スッ、昇格、はあ、でっ、スッ、お、え、ちゃうんやないかい、ちゃうんやないかい。昇格したと思ったわ。え、あかん、ダメダメっすか、無理、あかんあかん、ないー。いや、まだいける、まだ単発が残ってるからな、言うて。ごめんやけど、ちょっと待って、あ、有料999しかない。ちょ、1個拾いに行こうぜ。どっか落ちてるって、絶対知らんけど、あるんじゃない。あはい、というわけで石が手に入ったんで、あと5回ね引いていきたいと思います。まあ引けるでしょう。スッ、ソーパーパーパー、スッ、渋いな。いや、いけるって、引けるって、いけるいける、ここまで来たらいける。スッ、いや、いけるって、頼むわ、いける。あ、ちなみにさ、いや、まあいっか。スッ、ちょっと頼むって、夢見させてくれや。いけるって、おい、いける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 、おい、くるくる、ない、ちょ待てって、ちょっと頼むって。あれ、終わった、終わった。はい、というわけで、引くことはできませんでした。自分はですね、まあビビ課金程度の課金しかできませんので、おそらく追加投資することはまあできないんじゃないかなと思いますんで、ストーリーを進めて、まあもうちょっとダイヤをもらって、まだこれ期間ありますんで、はい、あと1週間ちょっとくらいかな、1週間ちょっとでなんとか完達狙っていこうと思います。じゃあそんな感じで今回の動画はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして高評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。アデュー。